はい、皆さんこんにちは。2月26日土曜日がやってまいりました。今日もアバイン市、アバイン、カリフォルニア州、アメリカからお送りいたします。こちらの記者でございます。どうぞ付き合いくださいませ。あと大谷さんの The Show 22が37日が残りでございます。そして開幕はですね、32日が残りです。毎日のようにお話をしておりまして、まあいろんなね話が出てるんですが、日本からもね、まあいろいろ伝言いただいてましてありがとうございます。なんかね田久保さんからねいただいたんですけどね、なんかね大谷さんがねもうねそのほらシェアするんだったら、DH をセールするんだったら彼はもう他行っちゃうぞというお話いただいたんですけど、シェアするにしてもね出るのは毎日出ますよ。ただDH だけど彼はまあライトに行くとかそういうことだと思うんですよ。要するにもう年になってきてる2人がね、とにかくスーパースターがいるので、大谷さんとマイク・トラウト、この2人はねやっぱりね、それ若手に任すのにまあいろいろそういうことになるんじゃないかなと。まあそれはね意見を出していただいたんですけど、アメリカの、エンジェルスの方から。でも実際にはどうなるかまだ決まってないので分かりませんが、まあでも伝言をいただいてありがとうございます。私の方でもまあ分かる範囲ではご連絡いたします。ということでございまして、ただねこのロックアウト困ってるんですよ。このロックアウトがうまくいかないとね、今日ねこの情報は今からお送りしますけどね、そうするとね大谷さんがちょっとね FA 宣言の方がね1年遅れちゃうという話が出る。本当かいなーっていう感じなんですけどね。まあじゃあちょっとねちょっと行きましょう。さくらちゃんお願いします。所有者である MLB プレイヤー協会は新しい会議を記録しましたが、新しい団体交渉協定 CBA についてはほとんど進展がありません。この CBA っていうのはすごいですね。新しい、この新しい団体交渉協定っていうんですね、CBA。はい。まあ、どんどんいきましょうかね。はい。どんなものなんでしょうか。はい。お願いします。さくらちゃん。どうぞお願いします。木曜日は、メジャーリーグベースボールと MLB プレイヤーズアソシエーションの間で4日連続の交渉を行いました。うん、双方は、所有者が開始したロックアウトを終わらせる合意に達するために、今週フロリダ州ジュピターで毎日会合を開いています。MLB によると、2月28日月曜日までに取引がない場合、開幕日は延期され、レギュラーシーズンの試合はキャンセルされます。それは困るね。キャンセルされちゃったらね、大谷さんの年金。給料の、ちょっと困るね。以前の最低給与の提案に1万ドルを追加します。MLB は現在2022年に64万ドルを提供しており、毎年1万ドルのレーズがあります。うん、MLB プレイヤー協会は、2022年に77万5千ドルを求めており、毎年3万ドルの昇給があります。2021年の最低賃金は57万500ドルでした。これが1点なんですね。ここのね、1万ドルと、まあ、3万ドルだったら2万ドルの違いなんですけど、この辺が大きな差があるので、64万ドルと77万5000ドルということだったら、ちょっと大きさがありますね。はい、2番目は何でしょう。仲裁前のプレイヤー、新しい概念のボーナスプールを2000万ドルに引き上げます。ほう。MLB は以前、上位30人のプレイヤーに1500万ドルを提供していました。MLB プレイヤー協会は現在、上位150人のプレイヤーに分配するために1億1500万ドルのボーナスプールを求めています。うん、この辺もね、向こうは30人。MLB はこっちは150人。だからその辺の数の違いもありますけどね。まあ、ここも金額はちょっと違いますね。
まあ、ということで、次は行きましょうか。はい、お願いいたします。さくらちゃん、次お願いします。どうぞ。TOP4 ピックのドラフト抽選。MLB は以前、上位3つのピックのみに宝くじを提供していました。組合は以前、上位8つのピックを宝くじで決定することを望んでいましたが、それを上位7つのピックに減らしました。7つに減らしたんだね。ESPN のジェフ・パスさんによると、マイナーリーグのロスタースポットの数を減らすという彼らの要求と、マイナーリーグへのオプションの割り当てをシーズンごとに5つに制限するという彼らの提案を撤回しました。まあ、こうやっていろいろ前には進んでいるんだけども、大きな金額がね、全然あれなんだ。はい、最後です。はい、MLB はいつでもロックアウトを解除できるため、野球を再開してシーズンをプレーできることに注意してください。全国労働関係法は、誠実な交渉を継続しながら、以前の団体交渉協定の条件の下で双方が活動することを要求するでしょう。MLB は、これらの条件の下でロックアウトを解除する用意があることを示していません。ということで、まあ、いろいろあるけれども、前に進まないということで、これ今ね、これアメリカ側だったんですけど、日本でもね、この話がなってるんですよ。またこれが終わらない限りね、どうなるのかっていうので、まあ、エンジェルスの方に、大谷さんのちょっと、じゃあ行きましょエンゼルス、大谷翔平、MLB 労使交渉進展なしで、大損か462億円契約が幻に。この言葉がすごいですね。460億円が幻に。幻って、いやー、いい言葉だけれども、あんまり良くないね、流れとしては。はい、じゃあ、さくらちゃん、また続けてどうぞ。米大リーグ機構 MLB と選手会は24日、日本時間25日、もフロリダ州ジュピターで新労使協定の合意に向けて4日連続の交渉を行ったが、進展はなかった。MLB は23日、同24日、28日、同3月1日までに成立しなかった場合、レギュラーシーズンを短縮する方針を通告しており、最悪の事態が現実味を帯びてきた。シーズンが15日以上短縮された場合、エンゼルスの大谷翔平投手、27、の FA 権取得が2024年オフにずれ込み、米メディアが予想する超大型契約が幻になりかねない。ということなんですね。早く、もうとにかく始まらない限りはね、どうしようもないです同ね。士の対は立いがはいは泥い。沼化している。選手会は24日に数項目の修正案を提示したものの、合意には至らなかった。米スポーツサイト、アスレチックのエバン・ドレリッチ記者は自身のツイッターで、選手会はサービスタイム、メジャー登録日数、操作とアマチュアドラフトの提案を行った。新提案の内容は、サービスタイムが与えられる選手の人数を減らし、ドラフトは、下位7球団による抽選式はそのままだが、連続下位となった球団にはペナルティを課す要素を加えることに変更と速報した。主要争点の年俸総額や選手の最低年俸は話し合われなかった模様だ。じゃあ何、どうなってるの。はい、次行きましょう。MLB はすでに2月28日までに合意に至らなかった場合、レギュラーシーズンの試合がキャンセルされる。期限は期限だ、と合意までのデッドラインを通告。このまま平行線が続く限り、レギュラーシーズン短縮は避けられない。AP 通信はシーズンが15日間以上短縮された場合、大谷の FA 権取得が23年オフから24年オフに1年遅れる可能性がある、と報じた。うわー。
それは困るよ。もうでっかい契約が、ね、メジャーでは25人の出場選手枠に172日登録されると1年とカウントされ、計6年で FA 取得となる。18年にメジャーデビューした大谷は4年に達している。順調なら23年のシーズン終了後に FA 権となる計算だ。今季のシーズンは3月31日に開幕して10月2日、同3日までの186日。ロックアウトで15日間短縮になると171日となり、1年分とカウントされる172日をクリアできないのだ。日程を変更したり、ダブルヘッダーを組むことができれば消化できるが、MLB は試合のリスケジュールはされないと否定。FA 取得は24年オフにずれ込む。ああ、それは困るね。でもまあ、大谷さんの方はね、エンジェルスはね、いいことするんじゃないかな。今季以降の成績も影響するだろうが、サイ・ヤング賞と本塁打王の同時獲得も可能な投打二刀流はメジャーでも唯一無二の存在。29歳で迎える23年オフに大争奪戦が繰り広げられることは必至で今季550万ドル、約6億3525万円の年俸がどこまで上がるか注目されている。米スポーツ専門局 ESPN は昨年8月に早々とメジャー史上最高の5000万ドル、約57億7500万円での5年契約の可能性を予測。はい、この辺は最後になりましたね。どうぞお願いします。ワシントンポスト紙は昨季、投手で9勝、打者で46本塁打。100打点と活躍し、ア・リーグ MVP に満票で輝いた大谷の年俸5800万ドル、約67億円に相当すると算出、総額4億ドル、約462億円を超えると予想する報道もあり、青天井の様相だった。しかし、24年に30歳で FA となった場合、事情が変わる。最近のメジャーでは30歳を超えた選手との長期契約を避ける傾向がある上に、投打二刀流で体への負担が懸念されることから年俸総額が減ることは避けられない。もちろん、23年まで保有権を持つエンゼルスが、FA 取得を待たずに長期契約をオファーする可能性もあるが、条件が釣り上がる争奪戦ではないため、結果的に大損となる見込みだ。MLB が通告したデッドラインの28日まで残り4日間。それまでの合意を期待するしかない。はい。ということで今日は、そうですね、26。26だから、26、7、8。もう、2日間しかないですね。だから、まあ、良い結果に出るといいんですけど、そうじゃないと非常に困ってしまうんでございますよ。それからね、まあ、こういうこともあるんですね。エリー・エンジェルスがですね、過去に、見通しのあるプロスペクトって言いますけど、アナハイムのね。この人たちはやっぱりね、なんかすごい苦労してるみたいですね、やっぱりね。上上がる人はまあいいんですけど、下がってる方はもう大変です。彼はもう有名になっちゃったんだ、お話ししてくれたんだけど、ちょっと聞きましょう。LA エンゼルスプロスペクト。過去のエンゼルスの見通しの選手は、アナハイムのシステムでのマイナーリーグの生活についての暗い詳細を明らかにしています。暗い詳細、ブラックですね、これ。はい、どうぞ。見込み選手キャッチャー、元 LA、エンゼルスのジャック・クルーガーは、マイナーリーグの野球選手としての厄介な経験を共有しました。うん。クルーガーは6年間のうち5年間、エンジェルス組織でマイナーリーガーとして過ごしてきたため、残念ながら、彼が共有した真実の多くは、ハロスによる彼と彼のチームメイトの扱いに関するものです。はい、どんなもんでしょうか。クルーガーは、ルーキーボールを始めたとき、
残念ながら給与1回あたり480ドルしか支払われておらず、2週間ごとに授与されていたと語っています。これは受け入れがたい。誰もそれで生きることはできず、彼はオフシーズンには全く給料をもらえませんでした。翌年、彼は7人のチームメイトがいる2ベッドルームのアパートに住まなければならなかった理由を説明しています。アパートには家具がなく、エアマットレスで寝ていました。そのうちの一人は台所で寝なければなりませんでした。相当あれだね。相当あれだね。もう大変な話をしてくれましたんだね。これはすごいわ。はい、そして、はい、どうぞ。オーナーのアルテモレノは、ロサンゼルスエンゼルスのマイナーリーガーの生活を改善するために取り組む必要があります。昨年、ロサンゼルスエンゼルスがマイナーリーガーを信じられないほど不当に扱ったとして非難されたことを考えると、これは憂慮すべきことです。クルーガーは複数回のマイナーリーグオールスターでしたが、昨年はトリプル A でわずか1万2000ドルしか支払われませんでした。それが公正であると誰もが主張できる方法はありません。うん、なるほどね。じゃあどんなあれですかね。どうぞ。クルーガーは彼のチームメイトの何人かがホームレスであるとさえ共有しました。わお。彼が受け取った唯一の公正な賃金はメジャーリーグの春季トレーニング中に週2500ドルでした。しかし最終的にはシーズンが始まり不当な賃金が再び始まります。彼は一部のチームメイトは、この仕事以外に三つの仕事をして、目的を達成していると述べました。この種の文化は終わらせる必要があります。そして、他の MLB チームがそれを行わない場合は、エンジェルスが最初である必要があります。このような情報が時々明らかになるのは馬鹿げています。そしてエンゼルスはあまりにも頻繁にそれの最前線にいます。この種の変化は一番上から始まり、オーナーモレノがそれをまとめる時が来ました。いやーすごいですね、これは。やっぱりね、上の選手はものすごいもらうんだけども、その下で、まあそれも本当にね、力の差で下からまあ上がってくる人たちは、すごい低いっていうことなんですね、こうおっしゃってるのはね。ということで、今日もありがとうございます。それではもう今日のおさらいでございます。今日はおしゃべりの夜はお休みでございます。まだまだたくさん日本にいた時にね、いろんな番組ありますけれども、今日はちょっとねあまり長くなるといけないので、さて、とにかく大谷さんの The Show 22がですね、37日が残りでございます。そしてMLB Opening Day 2022、32日が残りでございます。そして、これなんですよね、ロックアウトがね、もしロックアウトがですね、今度の28日まで決まらない場合は、1年遅れると、まあちょっともうちょっと遅れれば、1年じゃない、もうちょっと遅れれば、大谷さんの、FA 宣言が来年じゃない、その次になっちゃうって言ってるんですよね。いや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 、それにしてもね、まあエンジェルスはなんとかするだろうと私は考えておりますけどね。これも同じように幻っていう言葉出てきましたね。大谷さんはそうなった場合は幻もとにかく462億円ですね、462億円がまあ幻になるということで、本当そうかどうかわからないんですけども、まあそしてまあこれも伝えましたね、まあ本当にね、日本のね2軍とか3軍はどうなんでしょうね。こっちはいや結構文句言ってますよね、彼はね。だから同じようなもんかもしれないんですけど、まあとにかくホームレースということはちょっとおかしいですよね。やっぱりお金がないとなんとか生きていけない、いろんなことしなきゃいけないってことでしょうね、多分ね。上がってくるまで大変ですから。ということでございまして、今日も本当に見ていただきましてありがとうございました。僕の YouTube チャンネルの登録も
ぜひそしたら赤いボタンがありますクリックお願いできれば助かります。ということでございまして今日は See you later alligator See you later alligator それでは皆様またお目にかかります。ありがとうございました。